お花紙で大きな椿を作りましょう。大きいので作りやすく、広い壁面を飾るのに便利です。赤2枚、クリーム1枚のお花紙を重ねて、6等分の蛇腹折りにします。クリーム色が外側に見えるように折りましょう。それを半分に折ったら、赤い線の部分を切り取ります。クリーム色が見える輪の部分と矢印の部分は切りません。切り取ったら広げて真ん中をホッチキスで留めます。蛇腹を開き、折り山を押さえて平らにします。クリーム色のお花紙だけを根元まで引き出します。根元をしっかり押さえ、クリーム色のお花紙をひとまとめにしたら、先の部分を2センチほどまっすぐに切り落とします。切り落とした部分にたっぷりと液体のりをつけて軽くまとめます。黄色い発泡スチロールを一並びにし、そこにまっすぐ当ててくっつけます。のりが完全に乾くまで置いておきましょう。葉っぱは緑色の画用紙で作ります。B5 の画用紙から4枚の刃ができます。刃の裏側になる方から鉛筆などを巻きつけて丸みを出します。刃の根元に糊をつけ、もう1枚の刃を少し斜めになるように貼り付けます。刃が重なっているところにたっぷりと液体糊をつけておきます。花の根元をぎゅっとつまんで、先ほどつけておいた糊の上に押し付けるようにして貼ります。これで乾かしておきましょう。椿の花が葉っぱにしっかりくっついたら、花びらの先を少しずつ開いていきます。開き加減はお好みで調節してください。葉っぱだけ貼ったものも作ります。細長く切った厚紙に糊をつけ、1枚目はまっすぐ、2枚目からは斜めに互い違いに貼ります。花と葉をたくさん作り、枝にするハトロン紙などを細長く切ったものを使って壁面に飾りましょう。一つ一つが大きいので、広い壁面もあっという間に飾ることができます。水仙の花や雪などと組み合わせて、季節の壁面を飾ってみてください。